こんにちは、千秋です。ですね、今のイギリスがちょっとやばいです。私ね、どうしても今年日本に帰りたくて、毎日ね、こうルールをチェックしながらいつ日本に帰れるかと。私イギリスに住んでいるので、イギリスから日本に帰ると2週間の隔離をしなければなりません。私にとって2週間って結構大きいので、今のところは日本に帰れてないですね。すごく日本が恋しいです。で、日々期待を募らせていたのですが、今ですね、ちょっとイギリスは、なんて言いましょう、ちょっとネガティブな方向に進んでいる感じです。今日はですね、私が住んでいるイギリスの現状、そしてちょっとこれは危ないじゃないかなって思った出来事、そして、逆にイギリスのこういうところがいいなと思う、リストリクション、規制やルールのお話をしていきたいと思います。まずですね、数ですね、英語では cases と言います。ケース、皆さんも今のイギリスの数を見ると、ちょっとびっくりされていると思いますが、10月9日ですと 13,864 人、その1日前は10月8日17,540 人で、こちらは感染者の数になります。イギリスは一度ロックダウンになりました。そこから結構数はね、減ってきていたんですけども、あることをきっかけに数がまた上り始めました。多分日本でいう GoTo Eat キャンペーンに似たものかなと思います。イギリスではですね、8月いっぱいは、月火水毎週外食をするとお食事代が、半額になるというルールがありました。半額といっても最大10ポンドまでですね。ですが、通常ね、20ポンドする料理が10ポンドでいただけるのは結構な節約になります。はい、それでたくさんの方が外食していました。そこら辺から多分数が上がってきたのではないかと言われています。イギリスの今の現状をお話ししたいと思います。これは、私がイギリスに住んでいて実際に経験している体験談を含めたものとなります。はい、まず現状としては、地域ごとに規制が変わります。これがね、イギリスって大きいじゃないですか。はい、イングランド、ウェールズ、スコットランド、そして、あとなんだっけ、ノーザンアイランド。はい、この4つの場所で、もしくはこのね、違うエリアでルールが変わるんですよ。毎週ルールが変わって、もうちょっとでもニュースをチェックしないと追いついていけない感じなんですね。はい、もうルールが変わりすぎて皆さん困惑してます。今って何人まで返して OK だっけとか、間隔、ソーシャルディスタンス、今何メートルだっけとか、そう、地域によって違うので、例えば、ある地域は必ず2メートル守らなければいけません。はい、人と人との間2メートル、そうで、ある地域、私が住んでるところは up to 6 people、外出するときは6人までは、一緒に外出しても OK です。これもね、ワンハウスホールドまでとか、ちょっと細かい決まりがあるんですけども、その時も外に出るならば、2メートルで、中だと1メートルとか、こんな感じだったと思う。ちょっと待ってよ、間違ったこと話す前に、そうですね、はい、ありました。 What are the social distancing rules? これは10月8日に出された記事ですね。はい、In Scotland, people should keep 2 meters away from each other. スコットランドでは2メートルの間隔を空けてください。イングランドのこのエリアでは、If you can't stay 2 meters away, もし2メートルの間隔が空けれない場合は、You can stay 1 meter plus apart. 1メートル以上あればいいですよってなってますね。はい、スコットランドでは2メートル。はい、In Wales, なんかヘアドレッサー、なんて言ったっけ、散髪屋とか、こう近い距離でサービスをする場所以外は2メートルで、ノーザンアイランド2メートル、1メートルだったんですね。ちょっと前までは1メートルの間隔であればいいってなってたんですけども、今は back at 2メートル、今は2メートルの間隔を空けてくださいというふうになってますね。まあ要するに、こう人と人との距離を空けて、たくさんの人では集まっていけないという感じですね。厳しい場所はですね、違うハウスホールドの方をビジットしてはいけない、会ってはいけないっていうルールがあります。その中でも私がね、いいなって思ったのが、
サポートバブルというものです。サポートバブル、これはね、後ほどお話しします。私がいいなと思ったイギリスのシステム、はい。で、じゃあ今のところはですね、まあ外ではそうですね、ほとんどのところが6人以上ではあってはいけないっていう感じです、はい。で、このね、数を抑えるために、まあ、月曜日に新しいルールが適用されるのですが、多分、まあ、願わくはイギリス自体がロックダウンにはならない、まあ、ロックダウンにはならないと思います。一番最初のロックダウンは結構厳しかったので、そうではなくて、まだ外出はできるけれども、パブとかバーとかちょっと危ない場所は閉まるとか、地域ごとのロックダウン、結構ルールを厳しくするとか、そういう感じになると思います、はい。なので私もね、しっかりとニュースをチェックしていきたいと思います。私がね、やばいって思ったことが一つありまして、ちょうど1週間ちょっと前にロンドンにいました。私ロンドンにいて、ちょうどね、その時に公園を歩いていたんですよ。同じ日の同じ時間に、そこから歩いてもう10分15分かな、トラファルガースクエアという場所がすごく近かったんですね。そこである騒動が起きていました。はい、これ何だと思いますか皆さん。たくさんの方が集まっていて、はい、マスクをしていないですね。アンチマスク、マスクをしたくない人々の、なんていうの、集まりなんですよ。海外ではやっぱりね、こうマスクをずっとするという習慣が今までなかったので、不愉快に感じる方もいるらしいです。マスクをすると息ができなくなるとか、そう、病気が悪化するとか、健康に良くないとかいう方がいるんですね。マスクをすることの方が危ないっていう主張する方もいます。もし本当に危なかったら、アジアではこんなにマスクつけないですよね。私たち日本人もね、アジア、はい、他の国でも結構マスクって、この前からもうね、ずっと前から冬になるとたくさんの方々がもう普通の生活の中でつけている習慣があるんですけども、やはりヨーロッパ他の国では、習慣がない、慣れていないということで、はい、そういう意見を持つ方もいます。その騒動が起きていました。私はね、その日ね、ホテルに戻って気づいたんですよ。めちゃくちゃ近くでこんな騒動起きてたんだ。確かに、こういうね、パネルを持った方々がたくさんいました。で、何なんだろう。なんかそこにはね、アンチマスクとか、そういうこと書いてなかったんですよね。こういうね、集まりがあったらしいです。結構、なんか固まって、皆さんね、近い距離で何かやってたので、私、危なくないかなって思ったのが正直な意見です。でもね、まあ、そう主張する方も一部なので、外に出ると、お店に行くと、たくさんの方はちゃんとマスクをつけています。今のイギリスでは、建物の中では必ずマスクをつけなければいけません。スーパーも、お買い物する時のショッピングセンター、あとはね、レストランでも、マスクをつけていなければ、この建物の中に入ることができません。今のところ罰金が、この記事はね、10月7日に出されたもの、はい、こちらにですね、罰金の数字があります。ちなみにですね、 Traveling on public transport、 電車の中、バスの中、そしてタクシーの中は必ずつけなければいけないですね。で、 In shops, supermarkets and shopping centers、 はい、ショッピングする場所もつけなければいけない、はい。で、ですね、 In England, the police can issue a 200 fine、イングランドのエリアでは200ポンドなので、約2万7000円ですね、の、罰金が課せられる可能性もあります。そして、In Scotland、 スコットランド、ノーザンアイランド、そしてウェールズでは60ポンドの罰金があります。これ1回この罰金を払うじゃないですか。2回目だとこれがダブルになるんですよ。どんどん掛け算式で増えていくの、いいと思います。これはすごくいいと思う。本当にね、つけないって言って、すごいちょっと迷惑、実際にですね、いるんですよ。マスク私はつけないと言ってそのままお店に入ろうとする方、はい。ちょっと私もね、それをびっくりしたんだけど、私がね、もう一つやばいと思ったことがあるんですけど、実際にレストランとかパブ、バー、
今は空いているので、まあ、たまに行ったりします。私が選ぶのはあまり人がいないところに行きたいんですよね。で、このお店も中も何メートルこのテーブルとテーブルの間隔を空けないといけないというルールがありますにもかかわらず、そのルールを気にしないお店はすっごいぎゅうぎゅう詰めでお客さんがいます。これには正直びっくりして、そういう場所には行ってないです。もう本当に危ない。飲んでる場所パブが多いパブとか、あとはねこの前行った、アジア系のレストランとかは多分、すごいもう後ろの席がこのぐらいも届く感じだったので、はちょっとこれは良くないんじゃないかなと思いました。でもちゃんと、このレストランそしてカフェの店内の席数を減らして、で実際にこうガムテープでね人と人との間隔を守るように印のためのテープを貼っている場所もあります。ちゃんとしてるところの方が多いです実際は。で、その中でも私がこれはいいシステムだなと思ったのが、いくつかあります。まあ、それの一つは先ほど、話したマスクの罰金ですね。マスクをしてない時の罰金。あとはですね、毎回レストラン、カフェに行くと必ず私たちはしなければいけないことがあるんですよ。このカウンターにバーコードがあります。そして私もね、持ってるんだけどお見せします。NHS のアプリがあります。はい、こんな感じ。ちょっと待ってよ、見づらいのでスクリーンショットでお見せしますね。こちらのアプリで、私たちが行く場所で必ずチェックインとしてバーコードを読み取らなければいけません。そうすることで私がそこに行ったというデータが残ります、その場所に。そして私のこのアプリにもどこどこに行ったっていう経歴が残ります。これはもしその場所でクラスターが起きた時に、全員に連絡が行く仕組みになっています。すごくいいと思う。これはね今マストなんですよ。必ず聞かれます。はい、まずはこちらのバーコードをスキャンしてください。でスキャンした後に私たちが入れるっていうあの仕組みですね。はい、でここに私がね今いる住所があって、このエリアは、今のリスクはレベルなんですよっていうものも出てきますね。こちらのアプリは NHS Track and Trace というものです。 Track and Trace。 そしてもう一つ、いいなと思ったのがサポートバブルというシステムです。それはですね、例えばハウスホールド、この一つの家に住んでる私たちは一つのハウスホールドです。近所の方はもう一つの Another Household というハウスホールドという数え方をします。規制が厳しくなって、もしかすると他の家に住んでいる方には会ってはいけませんというルールが出るかもしれません。そうした場合に一人で住んでいる方もいますよね。もうどこにも行けず誰にも会えないとなると結構来ます。はい、もうちょっと辛いですよね、ずっと家の中に一人でいるって。この時期に一人がそうちょっとまあ良くないということで、サポートバブルというルールができました。はい、これねちょっと私も詳しく、見てみますね。はい、こちらは、サポートバブル、大人一人で住んでいる人、もしくは一人で住んでいる親と、18歳以下の子供、この方々を can now form a support bubble、 サポートバブルと呼ぶことができます。はい、で、サポートバブルとみなされた方とは一つの、家の人だけ選んで、その方とは一緒に会っていいよ、あのソーシャルディスタンスもなしでいいよって、今ここの記事にはソーシャルディスタンスなしでいいよって書いてる。はい、まあそういう感じでちょっと特別扱いができます。それはまああの助けるためですね、お互いにこうサポートし合うためで、このねサポートバブルとなる人は変えてはいけないそうです。これもねちょっとややこしいんですけども、はい、グランドパレンツ、シングルパレンツ、おばあちゃんおじいちゃんのサポートバブルの場合、シングルパレンツ、まあ片親、シングルマザーとかシングルファザーの方のサポートバブル、もしくはシングルのお友達とか、はい、そういう方はこういうことをしていいっていうねリストがガーってあります。私が見ている記事はですね、BBC ニュースです。 BBC ニュースさんはBBC ニュースですね。 YouTube でも、ね、ニュースを見ることができます。私は空いた時間にね BBC ニュースさん、はい、こういうもの、はい、登録して見てます。ここにも出ていますね。はい、ボリス・ジョンソンさんは Announce tougher restrictions、 はい、ちょっと厳しいルールを発表するっていう感じで、はい、出てます。明日ですね。はい、という感じが今の状態でございます。
今年私多分日本に帰れません。もう本当に本当に帰りたいはーって感じです。でもね、今帰ると本当危ないしね、もう我慢です。はい、我慢します。はい、ってことで私も日々気をつけながらちゃんとね、周りの人のことも考えてこう距離を保ったりマスクをしたり、常にねこう消毒液を持ち歩いたり手洗いうがいをもうちゃんとしたりっていうことをねしていって、もう願わくば今年中にねイギリスもお泊まればいいなと思っています。はい、ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。気になる方は、イギリスのニュースなどもチェックしてみてください。はい、でご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。